それをね、日本人はもう本当にね、コロ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 変わるんで、戦争も出たら、ウォーギルドインフォメーションプログラムで、その他がいつも言ってるんで、僕全くね、過去の記憶を消されちゃって、日本人ってのは、変わった民族が全部捨てちゃってね、日本の伝統も減ったぐらいもない、もう、どこ行ったのペコペコね、イラン行ったペコペコが頭下げてね、大東亜戦争行ったペコペコが頭下げて、ばっかじゃねえよって、俺はその本書いて、それをね、政府の関係者に配ったらね、こんなの、うんの先生嘘ですよ。何が嘘だと。お前、バカにバカ言うなと。もっと歴史勉強しろと。いや、勉強いっぱいしてますよ。まあ、日本語読んでるだけだろ。日本語は左か右か偏ってて、正しいこと言ってないんだ。そう、英語の資料読まなかったらわかんないよ。そういう意味でも、ギワダンの時に、シバゴロが、彼の欧米の列強の中では一番日本を格下なんだけども、彼って自分の職務を粛々と全うしたじゃないですか。それはね、だから彼はなんか、五輪、教育直後の西から、もちろん、あの当時と暗記してるから、うん、そういうような、こう、筋を通すとね、日本の伝統、それから天皇に対する敬意、そういうものは君主の義っていうのをしっかり持ってるから、そういうことできたんですね。だからその、昭和でもごくわずかね、洋島の大将みたいに持ってる人いたけど、ほとんどいなくなっちゃったね。だから、それでも東南アジアの日本の占領っていうのはね、極めてね、立派にやったんですよ。でそういうことはね、忘れられてますけど、本当なんですよ、ね。そういうことです。で、それが日本の政治の収穫ですけど、今、忘れされない。で、これ説明、日本人もね、僕はよく言われるけど、海野先生、天皇の話だけはやめてくださいよ。どうしてって。右翼と間違えられますって。ね、で、ここに、教育勅語を出してますよね。知っても変なとこないんですよね。で、エコノミストの文句言うのはね、この最後のところでね、酵素酵素の子孫たるもの、及び臣民たるものが、ともどもに従い守るべきところである。この道は国本を貫いて永久に、これ、昔の人が日本語に訳したんですね。平文に。で、そういう、で、頭か。陳が思うに我が、ご先祖、恩祖先の方々が国をお始めになったことは極めて光栄であり、国をお始めになったことは極めて光栄なんですよ。2000年代、どこを盾になったことは極めて深く厚く荒らせられる。そうなんですよ。どこを盾、2000年もどこを盾になったって、信じられない。僕なんか70になってもね、女の血が、この血はいいと悪いだって、ほんと天皇ができないの。また我が神明よく衆に励み、よく功を尽くし、衆功って親ね、国中のすべてのものを皆心を一にして代々美風を作り上げてきた。代々、2000年のことね。これは我が国柄の精髄であって、教育の基づくところもまた実にこうなる。そういうことなんですよね。それからあと、ここにエコノミストを批判するのですね。常に皇室皇藩並びに憲法をはじめっていう、こういう皇室皇藩って何ですかとか、別に皇室皇藩の皇室国家のために尽くせ。そういうことですよね。そう、尽くせってことは、どういうことかっていうとですね、2000年こう、持ちこたえた国をね、皇室国家をね、滅ぼすなって意味なんですよね。もったいないだろうと思う。ね。それは分かってないですよね。で、ご先祖のお越しになった恩君であってっていうのは、酵素酵素の子孫っていうのは、やっぱその重さっていうのはやっぱりね、これ昔の人はこれは訳文ですけど、原文ですね。昔の漢文で朝、子供たちが昭和したんですね。それが遺言ですね。まあ、残念ですよね。だからこの兵士に教授があったからね、中国は戦争してたからむちゃくちゃやりましたけど、東南アジアはそんなことなくてですね、極めて立派にやったんですね。これが中間の前書き。皆さん、今のその文って何の文なんですか？あ、これね、教育直後の現代語。これが教育直後ですか？これね、教育直後の現代語、これはね、これはね、元の文だとね、全然わかんない。これが元文ですね。
あれ?あ、これだ。これどうやって小さくするんだろう。こうするんだろう。これ原文ですね。第2弾と第1弾書いてある。あ、続きって書いてある。あ、これだ。これですね、原文。真思うに我が公訴公訴国を始めること。公園に徳を立つること、信仰なり、我が臣民よく周囲よく公に、奥長を心を一にして、せせなんとかの病、制するは、これ我が国体の成果にして、教育の進言、また実にこれに損する。っていうふうな原文ですね。これ今の人読めない。そうです、国体という字はこっち側の字を何使いますよね。あのね、ソロだこの字使うんだよ。俺嫌い。これで嫌なんですけどね。なんで、お前どっから持ってきたんだよ。こんな感じ今ないの。まあそういうことですね。これが、だから政治家の方はほとんど全員の方がですね、さっきの原文の方をですね、額に入れて部屋に飾っていますね。自民党ですよ。社会党とかあるの変わってません。必ず学に入れてやる。ですから、やっぱり、日本の精神っていうのは、やっぱり、そういうふうな、こう、志っていうのは、やっぱり、政治家は必ず持たなきゃいけない。それでも正しい政治家多いですけどね。そういうことですね。だから、まあ、この、だから、中間はですね、この日本の精神の、大学で教えたことの中核をですね、教える。そういうことですね。順番は五条、五輪、論語、孟子、中庸、アリストテレス。かなり重いですよね。だから、また、今日の頭疲れる。で、プリフェースから言いますと、benevolence, righteousness,propriety, wisdom, and trustworthiness. Trustworthiness ですね。仁義礼智信。ね。ですから、これはコンフィジアニズムの儒学の中のですね、今言った仁義礼智信というのはコアアイディアですね。コアアイディア。心の基盤。We should stick to ですね。The belief we should stick to ですね。それから benevolence は、仁ですね。benevolence。heart of loving others。heart of loving others。ね、without benevolence な人はですね、not the one to cooperate with。これはですね、benevolence については、まあ、思いやりの心だって言ってますけど、こうない人とは付き合っちゃいけないって、ね、付き合っちゃいけない。The one, not the one to cooperate with. まあ、この英語の表現も大事ですね。A person without benevolence is not the one to cooperate with. で、人のない人。あと人というのはですね、私今まで教えてきたのは、patience.うん。ですね。そういうことなんですね。でも我慢するっていうことです。それがトレランスってね。寛容になるというのも人の言い方。要するに、相手に対する思いやりっていうのは、相手の言ったことを黙って聞くというね。listen じゃなくて、listen じゃなくて、hear。ですか ?hear っていうのは、listen と聞き流す。hear っていうのは、相手の心の中身をきちんと理解する。ヒアですよ。というのは中井教授が言ってるんですね。
はい、皆さんこんにちは、運野です。今日はですね、運野塾の研修のプログラムをご紹介したいと思います。で、まあこういうふうなホームページありますけれども、ぜひですね、一度中身をご覧になっていただきたいと思います。今日はブーキューブさんのスタジオに来て、まあ、この収録をしておりますので、中身はこういうふうになってて、今最近ホットなね、グローバルリーダーの定義など書いてあります。で、特に経団連が作成しました、まあ、留学すれば英語ができて専門性を持つというだけではですね、グローバルリーダーになれないと、ここに書いてありますようにですね、仕事ができる、専門性を持つ、英語ができるだけじゃなくてですね、私どもの塾ではリベラルアーツということ、それからもう一つは孫子の兵法、さらにはですね、日本の歴史というものを合わせて教えることによって、皆さんが海外の欧米の方々と、もしくは華僑圏の方々と正々堂々と渡り合えるような人物を育成しようというふうなことを考えています。ここに次のスライドが出ておりますけれども、ここに書いてありますのですね、さらに私どもの運の塾の中身につきましてはですね、欧米の資料しか使っておりません。また実際に運の塾は英語ではやっておりますので、まあ、英語の講師がこう話しておりますけど、学習はですね、日本の歴史をまだ教えてますので、学習の午後はですね、日本のプログラムをしております。で、以前はこれ有料だったんで、今はですね、実際に会場費も取っていただいておりませんで、毎回5000円ということで、朝9時から午後5時までやっておりますので、ぜひ皆さんですね、ご検討の上ご参加いただければと、まあ、英語のできない方もですね、学習の午後こういうふうな検証をしておりますので、ぜひご参加いただければというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。で、ここにさらにですね、グループ討議とか実務の勘どころを教えるって書いてありますけど、まあ、実際には私が10年ほどですね、欧米の新聞とか雑誌等をですね、集めてきた、もともと英語のベースでございますので、そうしたものをですね、50セッションのテーマに分けて資料作成をしております。まあ、そういうことで、世界のオペレーション、もしくはカントリースクールも含めてですね、しかも世界のトップの方々に対してもいろいろな分析とか洞察をしてですね、議論をしております。そういったことも含めてですね、今後ともよろしくお願いしたいと思います。で、以上で私の挨拶を終えますが、まあ、今回のこのビデオの収録にあたってはですね、VQ部さんのスタジオをお借りしてですね、お時間を頂戴して、まあ、このビデオを作成させていただきました。よろしくお願いします。どうもありがとうございました。